皆さんこんにちは、くだです。今回は富士屋さんにやってきているんですけど、今回やっていくのがもちろんケーキの食べ放題。前回来た時は2月の頭ぐらいだったんですけど、その時はね2700円で楽しめていた食べ放題が、今回は3278円と500円以上の値上がりをしていました。ケーキ1個分ぐらいのハードルが上がりましたね。制限時間やルールも変わらずそのままということで、金額だけが上がったみたいですね。ということで今回は値上がりした富士屋のケーキ食べ放題で元が取れるのか検証していこうと思います。いただきます。まずは新作メニューから食べていきたいと思います。春いちごのダブルミルクレープです。60分間の食べ放題がスタートしたわけなんですけど、値段がね3278円ということで、3000円の大台をとうとう突破してしまった富士屋のケーキ食べ放題。さすがにこれ以上値上がりされると手が出せなくなってくるんで、最後の値上がりだと信じたいところですね。一つ目にいただいているのが春いちごのダブルミルクレープということで、こちらはね4月の1日から発売開始された新作メニューで、甘酸っぱいいちごクリームとコクのあるマスカルポーネ入りシャンテリークリームを格子状に重ねた春色のミルクレープとなっています。ミルクレープの上にはたっぷりのいちごジャムグラサージュが塗られていて、色鮮やかで綺麗ですね。いちごの甘酸っぱさとマスカルポーネのねクリームがとてもね相性抜群で、ミルクレープの生地ももちもちで美味しかったですね。今ねアイスコーヒーを飲んでいるんですけど、入れたてかどうかわからないんだけど、めっちゃ美味しかったです。続いていただくのが新作2品目、まるで来年メロンなケーキです。スタバがつい最近ねメロンのフラペチーノを出したり、シャトレーゼとかねケーキ屋さんもね続々とメロン系の商品を出していたり、メロンの季節がとうとうやってきたなという感じがしているんですけど、富士屋にもメロンの季節がやってきましたね。こちらはね来年メロンムース、こちらをね含む2種類のムースにみずみずしい来年メロンソースをサンドしました。見た目もメロンなケーキをお楽しみくださいとあります。青肉メロン風ムースをメロンのグラサージュで包んでいて、中にはね来年メロンソースが入っています。めっちゃ美味しかったです。新作2品食べたんでド定番いきたいと思います。プレミアム濃い抹茶のケーキです。富士屋唯一の抹茶のケーキということで、断面を見てみると小豆がね入っていました。こんなこと今まであったのかというぐらいね、今までちゃんと断面を見てなかったんですけど、あんこが入っているのは個人的にめちゃくちゃ嬉しいポイントなんですけど、上にはね黒豆ちゃんが乗っていたり、栗もね乗っていて、金箔もねまぶされていて高級感もあります。黒豆の食感がね個人的にめちゃくちゃお気に入りで、あんこみたいな粒々感としっとり感もありつつ、ちょっとねもちっともしてるんですよね。この独特な食感がめちゃくちゃ美味しくて、抹茶のねケーキとも相性抜群ですね。鹿児島県産の一番茶の抹茶を使用しているということで、香りもねすごく良くて、これねお気に入りなんです。続いて4品目新作に戻りまして、春いちごのモンブランです。お菓子の国のお姫様が着てそうなドレスみたいな見た目をしたモンブランなんですけど、これめっちゃ可愛いですよね。こちらがね甘おいちごソースを忍ばせたスポンジに、いちご風味のクリームと甘おいちごクリームを重ね、国産いちごを飾ったケーキになっています。とにかくいちごの香りがねすごくね爽やかなんですよね。いちごの甘酸っぱい味わいとともに、このね爽やかな香りがほわっとね香ってきて、もう思わず春を感じさせてくれるモンブランになっています。甘おいちごクリームとストロベリークリーム、それぞれねすごくね濃厚なんですけど、口当たりはね軽くてペロッとね食べれちゃうようなモンブランで、特に中の甘おいちごソース、これがねとろっとね甘酸っぱい味わいでとても美味しかったですね。今回の新作が出終わったら当分ねいちご系のスイーツは出てこないんですかね。いちご好きとしてはねちょっぴり寂しい感じもするんですけど、5月6月とまだまだね新作商品出てくると思うんで期待しておきましょう。アイスコーヒーで口の中をリフレッシュさせて、続いて新作商品食べていきます。続いていただいていくのが釜焼きダブルシュークリームの来年メロンです。釜焼きシューケースに軽いタイプのカスタードクリーム、来年メロンクリームとシャンテリーククリームを重ねています。ダブルクリームということで2種類のクリームが入ったシュークリームいただいていくんですけど、富士屋さんのシュークリームといえばハンバーガーみたいに中にねシュークリームが挟んであります。
ハンバーガーみたいに食べていくんですけど、これがねめっちゃくちゃ美味しかったですね。今までね何種類か釜焼きダブルシュークリームシリーズ食べてきたんですけど、これがね僕的には一番好きでした。先ほど食べたライデンメロンなケーキあったと思うんですけど、あれよりもねメロン感がこっちの方が強くて、甘みと香りをねすごく感じました。シュー生地がね結構分厚いタイプなんですけど、それに負けないぐらいねクリームがたっぷり入っているんで、満足感自体も結構あるし、シュークリーム欲を程よく満たしてくれます。一つね388円ということで、シュークリームにしては少しお高めなんですけど、食べ放題だからいっぱい食べれちゃいますね。めちゃくちゃ美味しかったです。これおすすめです。続いて6品目にいただいていくのがプレミアムショートケーキ国産いちごです。イタリアンショートケーキがねメニューから消えてから、こちらのプレミアムショートケーキを毎回食べているんですけど、イタリアンショートケーキに比べて生クリームの量がね少なめというかちょうどいいという感じなんですよね。結構生クリーム多すぎると食べづらいとか苦手っていう方もいると思うんですけど、プレミアムショートケーキに関しては結構ね王道のショートケーキという感じで、スポンジ生地と生クリームのね塩梅がちょうどいいです。そして国産いちごを使っているということで、まだまだねいちごが美味しかったですね。いちごの季節ってピークはねもう過ぎていると思うんですけど、まだまだね美味しいですね。下手したら一年中美味しいんじゃないかっていうぐらい国産いちご最高に美味しかったです。追加の2品取ってきました。僕ね今回これ初めて食べるんですけど、プレミアムカスタードプリンです。プリンも食べ放題できるんですね。ショーケース内にケーキとかねスイーツがいろいろ並べられているんですけど、ショーケース内のケーキはね食べ放題できるっていうイメージはねもちろんあるんですけど、その他のプリンとか袋に入ったシュークリームとかいろいろねたくさんあるんですよ。それも食べ放題できるのかなとかね、どうなんだろうって考えてたんですけど、店員さんに聞いたらねプリンももちろん食べ放題できますということでね今回食べてみました。滑らかシンプルプリンという感じでした。今回取ってきた2品はプリンコンビで攻めてみました。国産いちごのプリンショートケーキです。これをね見るたびにジュンさんを思い出すんですけど、ジュンさんもねこのプリンショートケーキが一番大好きってね言ってたんで、今回ねプリンコンビということで食べてみました。やっぱりね相変わらず美味しいですね。先ほどのプレミアムカスタードプリンはね結構柔らかいタイプのプリンで、滑らか、卵感も程よくあるという感じなんですけど、こちらのねプリンショートケーキのプリンは少し固めですね。固めのプリンに卵感もしっかりあるというそういう感じですね。カラメルもね結構苦味があって、こちらも最高でした。続いての2品はこちらです。これもね初めて食べるんですけど、ペコちゃんのほっぺという商品ですね。ミルキークリーム味です。もともとねこういう感じの袋に入っているんですけど、みんなにもね紹介したくてこれも食べれるよみたいな感じでしようと思ったんですけど、注文したら目の前で店員さんが開けますねみたいな感じで言われて、袋のままでも全然大丈夫ですよって言ったんですけど、なんかね持って帰っちゃう人がいるみたいなんですよ、袋に入っているから。その発想はなかったなと思って店員さんと笑ってたんですけど、全部でね4種類ぐらい味があったんですけど、こちらはね30周年記念のフレーバー第1弾ということで、蜂蜜入りのふわふわスポンジに練乳入りのミルキークリームをたっぷり詰めているみたいです。めちゃくちゃ美味しかったんで、次からね常連メンバーに入れたいと思います。続いていただいていくのがホワイトチョコ生ケーキです。何か食べ忘れているなーってね考えてみたんですけど、そういえばチョコ系のケーキまだ1回も食べてないなということで、こちらを食べています。富士屋さん唯一のホワイトチョコ系のケーキということで、これねめっちゃお気に入りなんですよね。お気に入りといってもこれを食べるのはまだ3回目ぐらいなんですけど、初めて食べた時このね中のチョコチップ、これが入っていることにねすごくね感動したことを覚えています。ホワイトチョコの味はねしっかり感じることができるんですけど、すごくね甘さがあるというわけでもなく程よい甘さで、チョコスポンジ生地との相性も抜群で、中のチョコチップの食感がふわふわのスポンジ生地と一緒に食べると、これはねもうやみつきになっちゃいます。もうすぐね子供の日と母の日が来るんですけど、毎年それに合わせたね限定ケーキもね出ているんで、それもね楽しみですね。5月の楽しみがまた一つ増えました。続いての2品がこちらです。結構ね久しぶりに食べるんですけど、青森県産富士リンゴのアップルパイです。
一時期ね結構ハマっていた時期があって毎回食べていたんですけど、今回はねケーキとかシュークリーム、アップルパイにプリンとかいろんなジャンルのスイーツを食べていますね。こんなにいろんな種類が食べれるの最高ですよね。藤屋さんのケーキバイキング、シャキシャキ食感の青森県産の富士リンゴをたっぷりと使用してサクサクのパイ生地で包み焼き上げました。リンゴプレザーブをレーズンと一緒に煮込み、ほんのりシナモンを効かせているみたいです。フランス産のゲランド塩を加え、バターをたっぷり使用したパイ生地、豊かなコクと風味が味わえるパイとなっています。アップルパイに関してはね、手で掴んでガブッといきたいですね。シュークリームみたいに家に持ち帰ってやってみようかな。ということで今回最後の一品になりました。金と銀です。名前がすごく魅力的ですよね。こちらも袋に入っていたんで店員さんに目の前で開けてもらいました。金と銀ということで、金の部分がカスタードクリーム、銀の部分が生クリーム、そういったところでしょうか。こちらはねコクのある滑らかな味わいのカスタードクリームと、北海道産生クリーム入りシャンテリークリームが入ったとろけるシュークリームだそうです。シュー生地はふわふわしっとりタイプの生地で、中にはねたっぷりクリームが入っていて、ザ王道のシュークリームという感じなんですけど、やっぱりね2種類のクリームが入っているだけあって、すごくねカスタードクリームと生クリームの両方の美味しさをねよく感じることができます。お互いがお互いを高め合っている感じ、伝わりますかね。めちゃくちゃ美味しかったですね。ラスイチということもあり、やっぱりねこれ大人気のシュークリームみたいです。ということで今回は値上がり後初の富士屋ケーキ食べ放題やってきたんですけど、まだまだ元は取れ続けそうです。ごちそうさまでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。